目が痛くなると PC に苦手意識があるけど IT 系に就職したい現在生物学部で理系4年生です就活で IT に興味を持ちましたただパソコンをすることがあまり好きではないです目が痛くなるというか苦手意識があります好きか嫌いかで言うと嫌いな方なのですがパソコン嫌いな人は IT に向いてないですか読者の方から相談メールをいただきました同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します目の負担を軽減する方法 私も PC を長時間使えば目が痛くなる方なのですが、大抵の人はそうでしょうが、いろいろ試行錯誤して痛みを軽減する方法を見つけました。F.Lux というソフトを使って、ディスプレイの色温度を変えます。無料で使える紙ソフトです。このソフトを起動すると画面が少しオレンジ色っぽくなって眩しさが減ります。ブルーライトを減らしているそうなんです。同様に PC メガネをかけることでもブルーライトを大部分遮断できて目の痛みは減りました。私の場合劇的な効果を感じたのですが、人によっては何にも感じない場合もあるそうです。 その場合、ブルーライト以外に原因があると考えられます。こちらの記事にも詳しく書いたのでぜひ読んでみてください。パソコンが嫌いな理由を考えてみましょう。好きか嫌いかで言うと、嫌いな方なのですが、パソコン嫌いな人は、IT に向いてないですかその、嫌い、の理由が何かにもよると思います。目が痛くなるから嫌い、なのであれば、ブルーライトカットやこまめに休憩を取るなどで対策できます。パソコンの操作や用語を覚えるのが嫌い、なのであれば、向いてないのかもしれません。IT 系と一言で言っても色々な仕事があります。 企画職システムを企画するエンジニア職システムを設計開発デザイナー外観をデザインする運用システムの稼働に必要なオペレーションを実施するシステムの稼働状態を監視する会社のタイプもいろいろです以下の記事が参考になると思います IT 企業の選び方プログラマー SE 向けどんな会社でどんな仕事をしたいかも考えてみるといいと思います具体的に考えてみて IT の仕事いいなやってみたいと感じるかそれともやっぱり嫌かもと感じるかで判断するのもいいと思います